時刻7時48分です。おはようテラちゃん。この時間からコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。山形さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかあっという間に桜も散りましてね、葉桜になって、一瞬でしたね。そうですね、はい、で花水木が綺麗に今なってね、そうですね、筋とか、うん、はい、いい季節ではあるんですがね、まあ、いろいろイベントもあっていい感じですね、はい、ただね、やはり新型コロナ、そうなんですよ、これさえなければと、はい、ただあとはもうニュースだなんだではね、緩んできてんじゃないんですかみたいなこと言われても、そんな、その通りなんですね、気をつけてるのになと思いながらね、さて、そんな中山形博夫さんはですね、先週もお伝えしましたけれども、今あの新しいところですと2冊の本が出てまして、東洋経済からは跳躍ケインズ一般理論、ね、混迷の時代にこそケインズが本当に伝えたかったこと、こちらと、あとはインターネットポルノ中毒というですね、ゲイリー・ウィルソンのこの訳をされているのが山形さんで、ネットポルノが脳を乗っ取るという、はい、まあ、これも無気力、集中力不足、不安感、うつ、原因はポルノの見過ぎかもという、まあ、この本、興味のある方ぜひとも、そうですね、ほどほどにしましょうっていう、はい、ね、そういうことですよね、はいはい、さて、今朝もですね、いろいろニュースが入ってきています、山形さんにお話をお伺いしたいのは、まずはですね、このヤングケアラーという言葉、これおそらくラジオ機の方も、はい、まあ、昨日あたりのニュースであの見聞きしたいという方も多いかと思うんですけど、私も昨日初めて知りました、はい、ヤングケアラーね、中2の 5.7% という、この時間ヤングケアラー初めて知ったという方のために、家族の介護世話をする子どものことなんですね、はい、まあ、若いこの介護者という意味なんでしょうが、ヤングケアラー、これをめぐって政府は昨日全国の教育現場に対する初の実態調査結果というのを発表しました。公立中学の中学2年生の 5.7%、ということは17人に1人ぐらいの検討ですね。あと公立の全日制のこの高校2年生の 4.1% といいますから、およそ24人に1人が世話をしている家族がいると回答して、1学級について1人から2人のヤングケアラーがいる可能性があります。誰にも相談せず孤立しがちな実態ですとか、健康学業への悪影響、これも全国的に初めて裏付けられたということです。で、中2高2ともにケアの頻度というのはほぼ毎日というのが4割強を占めていまして、週3日から5日、週1日から2日がそれぞれ1割台、平日1日あたりのケアの時間は平均およそ4時間で7時間以上と答えた生徒もおよそ1割いました。またこの1割前後は協力者がおらず自分のみでケアをしていたということなんですね。で、ケアの内容というのが食事、掃除、洗濯、まあ、こういう家事と、あと保育園などの送迎、障害や精神疾患のある家族の感情面のサポート、外出の付き添い、見守り、入浴、トイレの介助、まあ、いろんなものにわたったということです、ヤングケアラー、この子どもの学びですとか成長の機会、そのケアを、家族のケアをすることによってその機会が時間的にも奪われるという、まあ、これが問題だと指摘されているわけなんですが、はい、山形さん、この問題はどういうふうに捉えていらっしゃいますか。いや、これはひどい話だというか、かわいそうですよね、はい、あの別にあの、ね、ケアを受ける方もね、悪気があってっていうか、なんか別に悪意でやってるわけではないの で、本当にあの受ける方も、はい、ケアされる方も、まあ、させられる方もなんか非常にあのかわいそうな状況なのは間違いなくて、特に、ね、あのまだ子供ですからね、はい、勉強する時間だって ね、必要なわけだし、いや、まあ、ご高齢の方には結構あの、うん、手厚くですね、うん、これはまあ諸外国と比べてという意味で、はいはいはい、あの日本では結構介護だとかね、そういったもう手助けってのあるかと思うんですが、まあ、こういったところも必要だってことですね。そうですね、あの特にあの子供あるいはその家庭の中の話だと、はい、あのね、子供のだと大体、いや世の中そういうものなんだって、うん、それが当然なんだと思って、はい、こう相談もせずにずっと自分で抱え込んじゃうっていう話が続いてしまうので、はい、多分あのそこら辺まずは実態もう少し見て、はい、あと相談しやすくするようにしていかないといけないっていう話ですね。自分の中で抱え込むんじゃなくてってことですね、相談するこのシステムをもっとね、
教えるということですね。でこのヤングケアラーの1割から2割が宿題や勉強の時間が取れない、うんうんうん、自分の時間がない、精神的にきついと訴えて、はいはい、睡眠不足、進路を変更するなどの影響も出ていたと、はい、誰にも相談した経験がないというのが中学2年生で 67%、 高校2年生が 64%。 今山形さんおっしゃったみたい、もうこれは自分の中ではもう至極当然でっていうようなね、はい、思い込みなんでしょうね、はい、そうですね、そして相談するほどの悩みではない、相談しても状況が変わるとは思わないという、まあ、一種諦めにも似たようなこの感覚ですよね。こういう声も多いと、はい、生徒が負担の重さを自覚していなかったり隠していたりする可能性も残る。そうですね、まあ、介護問題全般にそうですけれども、はい、もうなんかどんどん支援していかなきゃいけないし、またそういうところにもちゃんと予算つけて、はい、あのお金だけでどうにかなるものではないという話もあるんですけれども、でも少なくともできるところからやっていかないと、はい、うん、これは多分非常にもう当事者にかわいそうなので、やっぱり社会的に助けないといけない問題だと思います。そうですね。さて続いてはですね、わいせつ教員の根絶を目指す自民公明両党の検討チームが、わいせつ行為などで懲戒免職となった教員に対して教員免許の再交付の拒否も可能にする新しい法律の骨子案を明らかにしました。現行の法律ではわいせつ行為などで懲戒免職、まあ、いわゆる首になった教員も3年後には申請すると教員免許が再交付され、再び教壇に立つことができるという、まあ、今の法律はこうなってます。で新しい法律だと各教育委員会に裁量的拒絶権というのを認めて教員免許を再交付しないことも可能として、事実上わいせつ教員を排除できるようにします、うん、与党は超党派の議員立法として今の国会に提出し成立を目指す考えです。わいせつ教員を教育現場に戻さない仕組み作り、これめぐってはですね、職業選択の自由に抵触しかねない、まあ、こういう指摘もあったんです。山形さん、これはどう思われますか。これはやはり、特に性犯罪、子ども相手の性犯罪って再犯率かなり高いので、欧米でも他のところでも、それを監視して戻さない仕組みってのはできてるし、まあ、ある程度はしょうがないんじゃないかっていうか、そのもうそむしろ今まで何の対応してなかったのが不思議なくらいだとは思います、確かに職業選択の自由には抵触しかねないのは事実ではあるんですけども、一方であらゆる自由が全て認められるわけではないので、はい、もちろん教員試験受けなきゃ教員になれないわけですし、ある程度そこでなんか仕切りというか資格の選別が出てくるのは、まあ、特に問題ないというか、もっと、どんどんやってほしいという気がします、まあ、これだって例えばその被害を受けた、もしくは、周りに被害があったその親御さんからしてみればですね、そんな人もう二度と教師なんかしてほしくないっていうふうに思いますね。それは、はい、まあ、ただ一方ではその今山形さんもおっしゃいましたけども、職業選択の自由とかね、あとはもう悔い改めた人間なんだから、もう一回チャンスをやってはどうかみたいな、まあ、そういう感覚の人もいらっしゃるでしょうからね。その悔い改められるかどうかですよね。アメリカと性犯罪とかになると、はい、まあ、薬まで投与してそれとかこう抑えさせようみたいな話も出てますし、まあ、どこまでやるかですよね、はい。まあ、先ほど山本さんおっしゃったみたいに、その再犯率が高いというデータが、ね、ある、まあ、いや私はでもそれにはハマりませんとか言われても困っちゃいますしね、はい、どっかで、そうは言っても、完全に個人個人すべて細かく見るわけにいかないので、どっかで基準があるのは仕方ないことだと思います、はい、これはどうでしょう、やはりこの教職教員っていう立場っていうのもあるんですかね、はい、あるんでしょう ね、やっぱり教えるという立場、それも子供に教えるっていう、はい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 、いや非常に嫌な言い方で偏見になっちゃうんですけども、やはり子供を好きなある種の性癖を持った方が、特にそういうところを目指してしまうというのも一方ではあるので、まあ、そこは厳しく選別するわれるのはちょっと仕方ないことかとは思います、
まあ、このでも我々もこの、ね、放送というこの仕事に携わってニュースではたびたびあるんですよね。はいはい、そうですよね。またかっていうことですもんね。まあ、ですからこの新しい法律を作るというこの動き、まあ、ここで先ほどもお伝えしましたけれども、自民公明両党の検討チームがわいせつ行為などで懲戒免職となった教員に対して、全員とは言わないけども教員免許の再交付の拒否もあり得るんだよという、はい、まあ、こういうシステムに変えようと。はい、だから全員がこうなるとは限らないってことなんですよね。それが多少の抑止にもなればという感じですね。そうですね、はい、抑止というのも大きいものではありますね。はい、何でも、はい、まあ、我々もあの、ね、自分の中でちょっとこう不注意で、あ、でもあれがあるから気をつけなきゃっていう、そうですね、抑止力っていうのは人間にとってはやはり大事、まあ、そういう傾向があっても、まあ、まあ行為には及ばないでおこうぐらいで抑えられる人が、まあ、それなりに増えれば、被害は少なくなりますし、いいですね。はい、はい、間もなく8時です。8時になりました。4月13日火曜日8時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町は曇り空ですね。今雨は落ちておりません。雨雲レーダーを見ると、東京のあきる野とか青梅、そちらからですね、埼玉方向ですね、飯能、坂戸、あと東松山、行田、この辺りにかけて雨雲があります。あとは新座ですとか美女木あたり、蓮田、久喜とか、その辺りにまとまった雨を降らせるような、そうですね、4ミリから8ミリぐらいの雨を降らせるような雨雲がかかっています。関東地方、昼前には西から雨雲がかかってくるでしょう。また沿岸部では次第に南寄りの風が強まりそうです。日中雨が降ったり止んだりします。ですから出かけるときに雨が降ってなくても傘お持ちになってください。夜は南部中心に発達した雨雲がかかる予想です。最高気温、東京都心、横浜、千葉が19度、埼玉は18度の見込みです。雨は明日の午前中にかけて残りそうです。東京地方、今日は曇りのち時々雨、降水確率午前 30%、 午後 50%、 夕方6時以降が 60%。 明日は雨のち曇りでしょう。現在強風注意報が神奈川東部と茨城県、今浜松町は風も弱いのですが、神奈川東部と茨城の北部強風注意報、波浪注意報が伊豆諸島と千葉の北東部、南部、茨城県に出ています。今朝のコメンテーター、作家で評論家、翻訳家の山形博夫さんです。山形さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、この事件、こういうニュースが入ってきました。アメリカのメディアによると、アメリカ南部テネシー州の高校で12日銃撃事件があり、1人が死亡、警官1人が負傷しました。警察はフェイスブックに、現時点の捜査によると武器を所持している可能性のある男が校内にいる、こういう通報を受けて地元警察が現場に出動したと投稿しています。で、警察が男に近づいたところ、銃が発射され、警官が少なくとも1回撃たれて病院に搬送されました。男性1人が現場で死亡しましたが、犠牲者の男性が高校の生徒かどうかというのが現時点では不明だと。容疑者についての詳しいことも明らかにされていません。現場周辺封鎖され、多数の救急車や捜査車両が展開していたということです。で、まあ、これ山形さん、これ昔から言われてますけども、はい、アメリカで一向になくならない銃撃事件ですね。そうですね、銃がね、はい、あれだけ簡単に買えるのだから、ね、まあ、あれば使っちゃうよなっていう話ではあるんですけれどもね。まあ、これ州によってもなんかね違う、そうなんですよ、ようですね、これね、はい、テキサスとかでどこで持って行って、はい、持っててもいいけれども、ボストンとかのあるところだと、まあ、公共の場で銃を見せただけで逮捕ですから、あ、もうそうなんですね、はい、
で、まあ、この最近相次ぐ銃乱射事件を受けですね、対策を求める声というのは高まっています。そんな中、バイデン大統領8日銃規制に関する大統領令を発表しました。バイデン大統領はこの国の銃暴力は疫病だと指摘して、国際的な恥でもあると述べました。まあ、一連の大統領令にはインターネット上で購入した部品や説明書を使って製造可能なゴーストガン、これを制限する取り組みも含まれていると。バイデン大統領はこうした措置について憲法修正第2条で定められた武器保有の権利を侵害するものではないと繰り返し主張しています。この銃規制の必要性ですが、山口さん、これどうなんでしょうね。はい、銃規制すればってか、いや、なんであの軽機関銃とか、はい、ものすごいなんかその軍隊で使うようなやつをホイホイ人が買えるような体制になってるんだっていうのはみんな不思議だとは思っていて、そのね、日本だって持とうと思えば猟銃持てると、はい、それなりの試験があって資格があって、はい、テストがあると、運転免許だって免許が一応あると、はい、でなんか銃だけ勝手に誰でも買えるような体制にしてあるというのは、別にそれはおかしいだろう、ね、それを、ね、資格をちょっと持ってとか、はい、なんか体制整えるとしたからって言って権利が侵害されたって話にはならんだろうとは、はい、ずっとは思うんですけれども、まあ、筋金入りの人はそうは思わないようですね。はい、筋金入りの人なわけですね。はい、サバイバリストの人は怖いですよね。昔からそうなんだからですよね、ということでしょうね。まあ、映画のラストシーンでね、ドラッとこう車のトランクが開けられると機関銃がガガガってあるっていうのはかっこいいんですけど、それのためにね、実際こういう事件が起きると大変ですよね。そうですね。あとパリ西部の病院前で12日、何者かが発砲して男性1人が死亡、女性1人が重傷を負いました。容疑者はオートバイに乗って逃走し、警察が行方を追っています。目撃者は容疑者が男で、死亡した男性の頭部に何度も発砲したと語っています。負傷した女性、病院に勤務する警備員ですぐに搬送され治療を受けています。ロイター通信によると、地元当局者、テロではなくギャングの銃撃のようだと説明しています。パリでもこうした銃撃テロが多く起こるイメージがありますね。そうですね。まあ、パリは、ちょうど移民問題とかで大きく揺れているところではあるので、はい、テロ起こりやすいんですけど、これはその、まあ、死亡した男性の頭部に何度も発砲したというから、はい、まあ、この人だけが狙ってあったんだろうと、はい、だからなんかそのテロとか無差別テロではなかったんだろうという感じではありますよね。まあ、日本でもね、まあ、時折出てきますからね。そうですね。日本だとね、もう少し包丁とかそういう、刃物とかになりますけれども、はいはい、はい、いやだけどこれはなんとかならないもんかなって思いますね。そうですね。だって、はい、例えば、ま、今は新型コロナウイルスでなかなか旅行っていうのはできる、ね、チャンスはないですけども、これが、ま、より添うウィズコロナになった時ですよ、はい、海外旅行がまた自由になった時でもやはり怖いものですもんね。そうですよね。日本人の旅行客としては、はい、いやー、これはだからそういう意味でもなんとかならないかなと思いますね。そうですね、はいはい、時刻8時7分です。おはようテラちゃん、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク JOQR.net、 ツイッターはハッシュタグおはようテラちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。文化放送おはようテラちゃん、今朝も9時までお送りしていきます。ダバダテラダバダテテラダバダテラダバダテラテラ、文化放送おはようテラちゃん。時刻8時12分です。今朝のコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。今入ってきたニュースによると、東京電力福島第一原発で増え続ける処理水の処分に関して、はい、政府は今日午前関係閣僚会議を開き、海洋へ放出する方針を正式決定しました、はい、正式決定したということですね、はい。まあ、これもいろいろね、意見があって、中国と韓国は懸念を表明したなんていうニュースも私先ほどお伝えしましたけども、はいはい、まあね、他のところをこの程度の処理水出してるので、はい、文句言うなっていう、
はい、でどんどんやってほしいというかもっと早くやってほしかったという、はい、まあ、これ科学的にちゃんとね、はい、問題ないですよということであれば、はい、そうですよね、ということですもんね、はい、まあ、それをだから、昨日菅総理あたりも言ってましたけれども国民にしっかりと説明して、まあ、海外にもということなんでしょうね。そうですね、はい、はい、ちゃんとね言えばっていうか、はい、誰かが不安だからずっと辞めるっていうと、はい、うん、辞めるとかえってねみんなね、はい、あ、じゃあやっぱやばいな私はと思うっていう悪循環になりますので、はい、はい、はいですね、まあ、いろんなところはこう声を上げるんでしょうけれども、それはもう科学的な、はい、見地からこれは大丈夫ですからと、ね、みんな、まあ、みんなやってるってのもあれかもしれませんけど、でも、海外でも同じようにやってるんですから、はい、というところなんでしょうね、はい、さあ、それではですねニュースピックアップこの時間これいきましょう。読売新聞、ワクチン高齢者接種開始。高齢者への新型コロナウイルスワクチンの接種が昨日始まりました。感染の拡大が懸念される中、当初のワクチン供給量は限られており、全国で接種が本格化するのは5月以降となります。で、今回対象となるのは65歳以上の高齢者およそ3600万人です。アメリカ製薬大手ファイザー社製のワクチンが使われて3週間の間隔を空けて1人2回接種します。で、政府は6月末までに高齢者向けのすべてのワクチンを自治体に配送予定です。昨日午後7時までに高齢者への接種は1139回だったといいます。で、ワクチンが全国の市区町村に届くのは26日の週からで、本格化するのは大型連休明け、5月10日から2週間かけて配送する予定のおよそ93万6千人分が市区町村に届くのが5月下旬以降とみられています。政府、6月末までにおよそ1億580万回分を配送できるという見通しを示しています。このワクチン接種のスケジュールですが、これは山形さんどうご覧になってますか。はい、うん、もうちょっと早くしてもいいんじゃないかという気はするんですけど、まあ、とにかくワクチン来るのが、あと配送も限られているので、しょうがないと。で、これ高齢者だけ見てると、まだ1100とかいう感じなんですけれども、もちろん医療関係者というのはどんどん打っていて、はい、で、先週だとだいたい1日5万本ぐらいで、今週に入って10万本ぐらい打ってますので毎日、はい、売買ゲームで増えてきて、で、まあ、高齢者である程度体制整えば他のところにもどんどん行けるようになると、個人的には6月7月ぐらいやんとか、我々のところにもというふうには期待しているところなんで、うまくいくといいです。もうこれ諸外国見ててもね、やはりワクチンというのは効果あるんだなっていうね、そうですね、感じですもんね、となればやはり早いに越したことなく、そうですよね、今だってまん延防止等この重点措置というのは、そのワクチン接種までの何とかしなきゃっていうことですもんね、皆さんあともう1月2月の辛抱ですっていう感じなので、はい、これもう少し大きく出していただけると、みんなそのまん延防止とか、なんか我慢しろとかいうのも、あと1月っていうのが分かるともう少し耐えやすくなるとは思いますよ ね、今イメージとしてはいつまでやるのこれってことでしょ。はいはい、これうまくいけば年内に終わりますから、はいはい、でね、今山形さんおっしゃったように一月頑張ってくださいって言われれば、そうか、じゃああと一月頑張ってみるかっていう、はいはい、具体的なこの ね、目標の時期が分かると、さらに頑張りが効きますもんね、はい、さて、その接種を受ける際なんですけれども、予約が必要です。自治体から郵送で接種券が届きます。届いたら接種できる日時や会場を確認して、電話やオンラインで予約をすると。で、当日接種券とチケットですね、この接種券と身分証を持参します。で、持病などを尋ねる予診票をもとに医師の問診を受けます。で、接種した後15分から30分待機して、体調に変化が生じないか、これ様子を見ると、まあ、これはアナフィラキシーショック対策ということですね、このワクチン接種スムーズに進めるためには、高齢者本人と家族、これが手順とか注意点をこれ理解しておくことが必要と言われてますが、このあたりいかがですか。そうですね、ちゃんと現場で混乱ないように、無意味に行列して割り込んだりとかそういうのがないようにしていただけると、ありがたいですよね、変な味噌がつくのも嫌ですし、そうですね、スムーズに進めないといけないですね、日本人はそのあたりは
まあね、おおむねわからないですよね。しばらく前にマスクでみんながやたらに行列したり、はい、こう割り込んだりっていうのをやりましたから、確かに、ですから、まあ、ちょっと焦ると何やっぱり人間しょうがない、何するかわからないんですけれども、そういう必要はないのだということは理解した上で、普通にやれば、はい、そんなにただの注射ですから、問題あることではないと思います。はい、続いてはこちら、日本経済新聞、週休3日制導入機運。政府自民党内で週休3日制の導入論浮上してきました。少子高齢化の加速を睨んで、育児介護との両立を含めて多様な働き方、こちらを後押しする狙いがあります。コロナ禍でテレワークが広がるなど就労環境が変化していることも背景にあると。単に休日を増やすにとどまらず、時間管理型のこの雇用の慣行を改革して生産性を高める制度設計につなげられるか、ここが問われるとしています。で、日本企業といいますと、仕事の内容や成果よりも働いた時間を重視する組織風土というのがまだまだ根強くあります。で、今週休2日制が大半占めるのも、別にこれ法令の規定があるわけではないんですね、社会の横並び体質の表れという側面もあります。山形さん、この週休3日制の導入というのは、これはどうお考えですか？もうどんどんやってほしいとは思います。比較的、フレックスタイムとか、週休2日制も含め、だんだん働き方の柔軟性というのは高まってきているはずなので、実際にはどうかっていうのはまた別の問題なんですけれども、で、ここにも書いてある通りの、コロナ禍でのテレワークとかも、それなりにやってると、で、ちょっと会社が恋しくなる面も若干ないわけではないんですけれども、一方で、こういう働き方もできるなっていうのがだんだん示されてきたので、あとは、その成果がちゃんと評価できるかとか、そういうようなところを頑張れば、3日時代はできないことではないと思うし、できるならばどんどんやってほしいとは思います。ただ、その今週休2日が大体のところかと思いますけれども、そして週休3日になる、これまでと同じ給料をもらってて3日休めんだったらいいんだけど、おそらく週休3日になると給料も減るということになりますよね。それはその労使の交渉次第とか、今後その給料とか業績っていうのをどういうふうに評価するのかっていう評価システム次第ですよね、こんだけやればいいっていう話とか、この報告書をなんか今月中に報告書上げてくれればいいとか、そういうふうな仕組みというのはできるはずですので、もちろんできないものもあるかもしれないんですけれども、できるところから進めていただければ、もちろん場合によっては、じゃあその分少し給料減ってもいいよっていう選択も当然あり得ると思います。そういう判断をする人もいるということですね。今度でも逆に給料が減っちゃって、じゃあその減った分をどうやって稼ごうかっていうね、心配をする人もいるんでしょうね。そうですね、そうするとバイトしなきゃだとかね、副業が OK なのであれば副業といっても、このご時世だとなかなか仕事って何があるんだろうみたいに、心配される人もいるのでしょうかね。その一方でね、これから少しコロナで、ワクチン普及してきて経済上がってくると、多分ね、もう少しいろいろ働き口というか可能性は出てくる可能性もあると思うんですよ。ですから、そういうのも活用できればとは思いますね。そうか、今このご時世だからなんかね、仕事もあれね、今アルバイトだとか非正規、社員がね、これもね、単に人件費節約のなんか小術じゃねえかみたいな感じになりますけれども、そうならないように今後進めていければって感じですね。そうなんですね。そしてこの週休3日制自体はですね、今山形さんおっしゃったみたいに、その労使の合意、これが一つのポイントかと思います。折衝の仕方ですね。で、重要なのは制度の変更で何を目指すのかと、例えば大学院などで新たな知識スキルを身につけるこの学び直しへの活用を想定していると、15歳から64歳の生産年齢人口というのが1995年は8700万人でしたが、そこピークにして減っています。2030年には7000万人を下回る見込みです。社会全体で生産性を高める環境整備が必要としていますけれども、この生産性アップですね、これはどうなんでしょうね。生産性アップというのはどうやってできるか、まだよく分かっていない面が若干あるので、なかなか一概には言えないんですけれども、ここにある通り、皆さんがスキルアップしていただけるならばと、
もちろんスキルアップといってもそんな難しいことではなくて、普通にコンピューターでさっき のコロナのワクチンの申請ができると、はい、窓口に行かないでも済むようにその程度の対応ができるような人がいっぱい増えるだけで、かなり社会全体としての回り方違ってくると思うので、はい、いろんな方面でいろんな試みがあって良いと思います、はい。海外に目をやるとですね、ニュージーランドで去年試験的にこれが導入されたと、はい、イギリス系のスーパーがニュージーランドの従業員で試験的に始めたのが、はい、期間1年で給与水準は変えない、はい、で生産性の向上などが確認できれば他の地域への展開も検討するということですね、はい、給与水準変えないでニュージーランドではやってみたという本試験が1年間あったようです、はい、で日本でもですね、すでに週休3日制の動きというのがありまして、みずほフィナンシャルグループ去年から銀行を含むグループ5社で週休3日から4日制を導入しました。ただ週休3日制の場合、給与はこちらは通常の8割、うん、賃金どうするかは、まあ、先ほども山形さんおっしゃった通りこの制度設計によるというところのようですね、はいはい。でもね、それでいいというならば、はい、それでいいんでしょうけれども、こちらの場合ですとひょっとしたらその人件費削減の口実かなという面も若干出てきてしまうので、本当そこら辺は慎重にやる必要はあるんですけれども、はい、一方でその自由と給与 そのバランスを自分でどう考えるかというのがもっときちんと選べるようになると、これはこれで、やり方かなという気がします。はい、続いてはこちら、日本経済新聞、キューバラウル氏党トップ退任へ、カリブ海の社会主義国キューバで16日から19日に第8回共産党大会が開かれます。89歳のカストロ氏、党トップの第一職から退く見通しです。1959年の1月のキューバ革命以降続いてきたカストロ兄弟による統治、名実ともに幕を閉じます。アメリカによる制裁、あと新型コロナウイルスの感染拡大による経済苦境、これが続く中で大きな節目を迎えることになります、はい。でキューバでは共産党が唯一の合法政党で、行政機構よりも上の最高権力と位置づけられています。党大会のこの開催はですね、2016年以来5年ぶりです。で党幹部がこの間の経済や社会の動向について分析し、今後の政策の方向性を示します。党中央委員会政治局メンバーなどのこの幹部の人事も決めると。党では序列3位のディアスカネル氏がですね有力視されていて、氏は1960年生まれ、革命後の世代にあたると、この人とあとマレロ首相、57歳を中心とする世代への権力移行がどの程度進むかに直結するということなんですが、はい、この1959年から続くカストロ兄弟による統治ですが、これどうご覧になりますか。いやいや、キューバは、はい、実は今年の頭からですね、はい、ものすごい経済改革始めまして、はい、もうこれまで完全に社会主義もすべて統制経済だったのが、まず二重通貨廃止するっていうすごいニュースがありまして、はい、それからあといろんなところで、市場化っていうと怒られるので、各種の裁量を高める、方策をいろいろどんどん取り始めていて、経済変えるっていう気色はかなり出てたんですね、はい。でそれがちゃんともちろん社会主義なんでこう政治と直結していたんで、上の方大丈夫かって本当にやる気あるのかっていう見方もあったんですけど、これ見るとかなり本気で変えてくるんだなっていう印象ではあります。はい、はい。それはやはりこの変えざるを得ないってことなんでしょうね。そうですね、やっぱり景気今悪いですし、またいろんなものがもう回らなくなってると、10年前のタイヤとかまだ平気で使ってる状況で、別に古いものが好きで使ってるわけじゃなくて金がないからって、でそれをなんとか回していかなきゃいけないし、効率化していかなきゃいけないっていう状況がどうしてもあるので、いずれはというのを何十年も暮らしてきて、ようやく来たかって感じです、はい。素朴な疑問なんですが、国民はそれで怒らなかったってことなんですね。そう、怒ってはいるんですよね。どんどんアメリカに亡命してしまったりとか、はい。とはいえホイホイ逃げられる人も逃げられない人もいますので、いる人は不満ながらも、耐えるしかない、そういう状態でした。それが変わってきたってことは、そうやってちょっとうーんと思ってた人は、いい兆しだというふうに思うかもしれないですね。ここら辺具体的にその、自由化したら経済良くなりますとか、そういうわけでもないし、ラウル・カストロが辞めたら、全てが万全
改革ってわけでもないので、ただいい方向には動き始めているんじゃないかという感じではあると思います。まあ、先ほどお伝えしたように共産党が唯一の合法政党で、はい、この最高権力をまだ握ったままですもんね。そうですね、まあ、これがどう変化していくのかってところも、そこのところはですね、変えないということになっているので、一党独裁は続くと。そうなんですね。うん、ただその中でどのくらいその締め付けるかというか管理するかですよね、それは弱まってくれるんじゃないかとは思ってます。そうですか。はい、さあそれではですね、ここからのテーマこちらにします。拙速な経済再開は主要なリスクとなるのか。アメリカの中央銀行にあたる FRB のパウエル議長は、国内経済成長率や企業の採用ペースが向こう数ヶ月で加速すると見込まれる一方、拙速な経済再開が新型コロナウイルス感染再拡大につながるリスクもあるという転換点に立っているという認識を示しました。はい、パウエル議長、リスクは実際に存在する、主要なリスクは拙速に経済を再開し、人々がかつての生活様式にあまりにも早く戻り、感染者が再び急増することだと述べました。一方、かつて FRB の議長を務めたイエレン財務長官、新型コロナの感染拡大で打撃を受けた国内経済回復させるため、積極的に財政出動を行って迅速に対処する必要があると、以前から強調しています。はい、またイエレン財務長官は、アメリカは1兆9000億ドルの追加経済対策を実施しているほか、大規模なインフラ投資計画にも取り組んでいると述べていまして、他の主要経済国も同様の行動を取るよう促しています。まあ、拙速な経済再開が新型コロナウイルス感染拡大につながるリスク、これを唱えているわけなんですけども、山田さん、このあたりはどうご覧になってますか。山形はワクチン主義者だというのもあるので、だってアメリカだってワクチン頑張って打ってんじゃんっていう感じではあるす、それからあと、ですからそのバランス見ながら、どんどんその経済再開していくのは当然やるべきことで、で、拙速なっていうのは、やり方次第だとは思うんですよね。で、ワクチン接種の体制進めるとか、保険体制進めるとか、なんかそういうののインフラ整備でもあっても、やっぱり経済、財政出動になるし、もうどういうふうな形でも財政出動するか次第、完全に全て元へ戻すのではないかもしれないけれども、別にやり方次第では、いかようにもなるのではないかというふうに期待しております。はい、アメリカ 1.9 兆ドル規模のコロナの救済のこの財政出動、これに続いてですね、景気浮揚策としてインフラ整備に8年間で2兆ドルを投じる計画というのをもうすでに発表しています。イエレン財務長官、雇用回復へ大型対策が必要だとしていますが、これに対してですね、サマーズ元財務長官らは、 1.9 兆ドルは課題、多すぎと指摘して、アメリカ経済が過熱してインフレになる可能性について心配を募らせています。かつてないほどの財政支出によって論争が巻き起こっているという、なんかある意味羨ましいなって感じがするんですけど、日本からするとね、このあたりいかがですか。どんどん出せやっていう感じで、実はここに言ってるサマーズ長官、元長官という人は、もうほんの数年前までには、もうアメリカどんどん、今長期停滞に陥っているから、どんどん財政支出しろよっていう、そういう論を張っていて、で、僕もその本訳したりしてるのに、そうなんですね、てめえ何今頃そういうこと、もう願ったり叶ったりだろうがって、規模が多すぎるっていうのは、多分彼が提案していたのだと、1兆ドルぐらいかなと、なんかそれが倍ぐらいになっちゃって大きすぎるかなというふうな話だとは思うんですけれども、いいじゃん、それで、なんでそれ、これまで数十年にわたりデフレの心配をずっとしてきた世界経済が、インフレ心配しなくていいよって、なんかそんなインフレも2桁台とか何十パーセントにならなければ全然大丈夫なので、ちなみにキューバなんかすごいインフレになりそうで今不安なんですけど、今そうなんですね、キューバは、それさておき、でそんなになっても、多分他のところにも、外にも行けるし、そんなに大きな問題ではないとは思うんですね。ですからあんまりそこまで、
声を大にしてこれを止めるほどの、心配だとは僕は思ってないんですけれども、まあ、サマーズもそれなりにちゃんとした学者でもあるので、はい、まあ、なんか考えはあるのかとは思います、余談になりますけれども、今ね、訳されたというふうに山形さんおっしゃっても、はい、やはりこのサマーズさんの何かこの本を訳してる時ってのはもうサマーズのになるって感じなんですか？そうなりますね。いやまあ、少なくとも彼が言ってることは一応理解して、理解して、アメリカの電話もひどいしインターネットもろくなことないし、道はボコボコだし、どんどん公共投資しようぜっていうそういう本だったんですね。でしようって言ってるんだから文句つけるなよっていうそういう、雰囲気にはなってます。それは何年前の、それは2012年から2013年ぐらいですから 4,5 年前ですか。17年ぐらいですか。そうですね。そうなんですね、はいはい。さて、先ほど出てきたイエレン財務長官ですが、元 FRB にもいたという方ですけども、インフレは仮に起きても利上げで対処できるが、経済は回復が遅れると大きな傷跡が残るとして、大規模な財政出動の必要性強調しています。はい、一方この考えに懸念示している今出てきたサマーズ元財務長官は経済学者の姿勢にも厳しい注文をつけていると。経済学者とりわけ政府外にいる経済学者のより良い立ち位置とは政治的に便利な正当化のために経済を分析することではない。率直に言ってこの議論の政治的側面に引き寄せられたクルーグマンや多くの経済学者にはがっかりだと、まあ、こういうふうに言いました。で批判されたノーベル経済学者ですね、ノーベル経済学賞受賞者のクルーグマン氏はですね、コロナ禍に対応するためバイデン大統領が推進した 1.9 兆ドル規模の追加対策、この追加経済対策の結果、1970年代のようにインフレが制御不可能な状態になる恐れはないという見解を示しています。でクルーグマン氏は包括的な財政刺激策に伴う最悪のシナリオがあるとすれば、朝鮮戦争の時に経験したような消費者物価の一時的な急上昇だろうと指摘しています。経済対策が大型刺激策であるのは間違いないものの、狂乱物価を招くような刺激策ではないと、こういうふうに強調しているということなんですね。いろんな意見ありますね。そうですね、この件に関しては、僕はクルーグマン側に付きたいなというふうには思っております。まあね、どうせ外国の話だから、所詮外野の言うことなんですけれども、一方で別にそんなイエレンも言う通り、そんなインフレが過熱したら、今ゼロ金利で困ってるんだから、少し金利上げてもいいじゃんと思いますし、ですからこんな制御不可能になるって、どんどんそのインフレがまた賃上げ呼んで、賃上げがインフレ呼んでっていう変なスパイラルには、とも陥らないんじゃないかという気はしております。今出てきたクルーグマン氏、ノーベル経済学賞受賞者のクルーグマン氏が1998年に書いた本、なぜ経済学者の予測はほぼ間違っているのか、これを山形さんが訳されてる。そうですね、これはいろんな方を訳されてるわけですね。これは本じゃなくてですね、これはちょっとしたエッセイだったんですよ。そうなんですか。で多分これはクルーグマンの黒歴史とも言うべきなので、インターネットで大したことねえよ、あんなもんファックス程度のなんかどうでもいい代物だよっていうのを書いたエッセイで、まあ、プッって何言ってんのっていう、そう今言われて、今はね、ネットの上からもういろんな著作集からもないことになってる文章なんですけど、そうなんですか。まあ当然そういうことやるとみんなね掘り出してきて、これ何みたいな、なかなか楽しい、若気の至りみたいなエッセイです。でもね、ここのアメリカでね、いや 1.9 兆だって言ってる、いやそれは出しすぎだと、日本もねこのくらいのなんかこの論戦があるといいんですけどね、そうですね、実際にね、なんかね、アベノミクスは三本の矢で、多分田中さんならいくらでも言うことがあったと思うんですけれども、日本ももう少し財政出動もしていただいて、でさっきの一番最初の介護の問題にしても何にしても、ある程度財政で対応できることだと、大学にしても、なんか全て財政できることかなりまだあるので、そこのところもっと頑張っていただきたいと思います。時刻8時36分です。
時刻8時38分です。今朝のこの時間のコメンテーターは作家で評論家翻訳家の山形博夫さんです。まあ、先ほどもサマーズ元財務長官の本を訳されたり、はい、あとクルーグマン氏のね、はい、そのエッセイのようなものも訳されたりとか、はい、その主張がやはり前に訳した時と違うってことまあまああることなんですか？あります。しょっちゅう変わってます、あ、そうですか、でクルーグマンも、一昔前は、いやもう一昔前っていうのはその、前世紀の末あたりは、ね、もう経済自由化してなんか素晴らしくなったねみたいな話をしていて、でしばらくして世界金融危機が起こると、いや完全な自由化はまずいと私は常に懸念していたけど、お前懸念してなかっただろうっていう、それは結構あります。あ、そうなんですね、それは昔を間違ってましたとかそういう訂正はあんまりしないってことですか？時々しますが、全面的にはしないですね。あ、そうなんですね。なんとなくなかったこと。あ、そうなんですね、時の流れとともにという感じなんですね。はい、時刻まもなく8時40分です。テラちゃん文化放送、テラちゃんおはよう、テラちゃん。時刻8時50分です。ビジネス最前線、今朝のコメンテーターは作家の山形博夫さんです。この時間山形さんにまん延防止等重点措置の影響について話を聞きます。まん延防止等重点措置の適用、東京、京都、沖縄3都府県に拡大された昨日、観光交通関連事業者からはですね、予約取り消しの増加を懸念する声というのが上がっていました。特に今回は観光の書き入れ時でありますゴールデンウィークですね、適用期間に含まれてます。東京からのこの旅客、あと観光地である沖縄への客足の減少、こちらも予想されています。全日空と日本航空はですね、緊急事態宣言の解除後に回復基調にあった利用状況、伸び悩み始めていると頭を抱えます。JR 東海の金子社長は8日、まん延防止等重点措置が旅行を控える動きにつながるのではないかと述べ、新幹線利用の減少を懸念しています。ゴールデンウィーク中の予約状況はコロナ前の令和元年と比べて3割程度と大幅なマイナスと言います。これは山形さん、旅行業界にはさらなる打撃なわけですね。そうですね、まあ、経済活動するのは動くなって言ってるんだから、打撃受けざるを得ないのはしょうがないんですけれども、でも大きいですよね。そうですね、だってなんて言ったって東京は5月11日までですし、あと沖縄京都は5月の5日まで、ですから、これはもう、まさにゴールデンウィーク狙いですもんね。そうなんですよね、もうね、オリンピックに合わせて少し休日動かしたんだから、なんかゴールデンウィークごと動かせやという気もしなくもないですが、でもこうちょっと多分辛いところですよね。そうですね、だ辛いで我慢してくださいじゃなくてね、やはりそういったところで保証っていうのが、そうですね、これ1年ずっと言われ続けてるわけですけど、あとね、GoTo トラベルはそんなに影響がなくて、GoTo イートの方の影響が大きかったみたいな話もあるので、そこら辺もう少し分析結果出していただいて、これだから GoTo トラベルもちょっと辛かったんでお願いしますとか、そういう言い方にしてくれると、しょうがないかなという気にもなりますけれども、単にこうダメっていうだけだとやっぱり、最初の話もありましたけど、こういつまでどこまでやんのよっていう感じになるので、これがそろそろなんかもっともう少し根拠まで含めて出してくれてもいいんじゃないかとは思います。今回この昨日から東京も含めてまん延防止等重点措置の影響、東京は人数も多いしね、やはり感染者も増えてるってところですから、例えば、全然そんなところじゃないところからまた全然そんなところじゃないところの旅行をしてほしくないとは言ってないんですよね。でも何か全体的にこれしない方がいいのかなっていう風潮になってる、そうですね、と航空業界はじめこの鉄道含めて、あと旅行業だとか、みんなこの減っちゃって頭抱えるっていうことですね。何かそのあたりのこの、宣伝というか、政府とか自治体からのコメントっていうのが少ない感じはしますね。そうですね、だからワクチンの予定を含めて、なんかこれと合わせてこうなってこうなってこういうことを今考えているのでここは止めましょうっていうふうな形で言っていただけると、もうちょい我慢しましょうかとか、何言ってんだって思うのか、それはその人次第ですけれども、対応も変わってくるんじゃないかとは思います。あと外食チェーン百貨店の売り上げにも影響出てます。高島屋
やまん延防止等重点措置のある店のレストランですね、はい、この営業1時間短縮、夜8時までとしました。高島屋、去年4月の緊急事態宣言で食料品売り場除いて臨時休業した影響が大きく響いて、2021年の2月期の連結決算の最終利益339億の赤字となりました。最終赤字17年ぶりです、まあ、さらに大きな影響出そうなのが居酒屋などの外食産業。日本フードサービス協会によると、緊急事態宣言が出ていた2月の外食の売上高は前の年の同じ月と比べて 22% 減でした、はいはい、やはりこの外食、あとデパートへの支援というのも必要ですね。そうですね、それを始めるともうあらゆるところに支援が必要になってしまうんですけれども、はい、やはりこういうところ被害が大きいところではありますので、はい、うん、やっぱり対応は考える必要があるというか、もうすでにね、いろんなとこ潰れ始めてるのが明らかに出てちゃってるので、これはちょっとかわいそうだなって、あまりに外的状況が大きすぎるので、何らかの支援なり支えなりが必要だと思います、はい、と先ほどの話になりますけども、アメリカはね、バンバンっていうイメージがあるじゃないですか、そうですね、うん、いや、やるべきだというか、ここでケチってもしょうがないだろうっていう、そうですね、はい、今出さないでいつ出すんだみたいなことでしょ、これ潰れたらまた店立ち上げるまでずいぶん時間もあれもかかるし、なんか持ち交代させていただいた方が、はい、この先の立ち直り期の時にも、いろいろやる余地が出てきていいんじゃないかと思います。大元はそう言われてましたよね。そうなんですよね、現状維持っていう、潰さない、はい、ね、首にしないっていう、うん、なんかこれが薄れてきちゃってる感じは、まあ、それはありますね、と、まあ、いつまでも出し続けるわけにはいかんよって言われるのも分かるんですけれどもね、ただ本当に短期的なものであるはずなので、はい、その短期っていうのは2年続いてますけれども、はい、それはなんかもう少し考えてほしいところです。そうですね、ウイルスに関してもあと経済に関しても何が大事かっていうところをね、はい、忘れてほしくないですね、はい、以上ビジネス最前線でした。おはよう、テラちゃん。時刻8時56分です。今朝のコメンテーター、作家評論家翻訳家の山形博夫さんです。昨日はですね、ロシア旧ソビエトにとって歴史的な日でした。日本時間1961年4月12日午後3時7分ソビエト連邦のバイコヌール宇宙基地から人類史上初めての有人宇宙船ボストーク1号が打ち上げられた日だったんですね、はい、搭乗していたのが空軍パイロットのガガーリン、ユーリ・ガガーリン。昨日で歴史的なボストーク1号の飛行から60周年を迎えたと、はい、例の地球は青かったですよね。そうですね、まあ、まだ生まれてなかったのでね、後で本で読んだだけなんですけれども、やっぱり大きな話でしたね。そうですね、これは人類の宇宙史には大きな功績でしたね。そうですよね、人が行けるっていうのはね、それまでちょっと考えられなかったですからね、でそのロシアのプーチン大統領ですけれども、昨日宇宙開発に関する会議で、ロシアは核と宇宙の大国としての地位を維持しなければならない、こういうふうに訴えました。ガガーリンが人類初の有人宇宙飛行に成功してから昨日で60年、こちらを受けてプーチン大統領は、我が国が宇宙への道を開いたことを誇りに思うと強調しました。 SF にも詳しい山形さんですが、はい、ロシアの宇宙戦略ってのは、これどうご覧になってますか。最近わからないですけど、とにかくロシア その昔 その、ソユーズとかの宇宙技術って、はい、今の中国の宇宙技術っていうのはほぼそれを買ってきて使ってるようなものですし、もう宇宙の進展においては、はい、かつてのソ連 その宇宙技術っていうのはもう欠かせないっていうのはすごく重要な位置を占めているもので、でただ今後新しい技術がどんどん出始めているので、そこら辺ロシアがどういうふうについていくのか、あるいはどういうところで競争しようとするのかっていうのは楽しみなところです。決まって個人的ですが、一時ね、はい、そのアメリカの宇宙船もやめたなんてなっちゃって、宇宙ステーションどうすんだみたいになった時に、ロシアからの、ね、補給のロケットが行ったりとかね、あれはでかかったですよね。そうですよね、一応なんだかんだ言ってた使えるっていう、技術を持ってるってのはすごいですよね。そうですね、なんか聞くところによると、いい意味で単純にできてるから、そう
ね、ソ連の技術っていうのはね、あの機関銃でも全てそうですよね、あ、そうなんですね、うん、だから修理しやすい、故障もしないっていう、はい、うん、あれはあの面白い、全然違う技術の流れなので、まあ、残ってほしいというか、絶対残ります。はい、今朝のコメンテーター、作家で評論家翻訳家、山形博夫さんでした。山形さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日水曜日のおはようテラちゃんは、5時台アメリカボストン在住の医師木下隆博さん、6時台は経済アナリスト森永康平さん、7時台後半からは筑波大学システム情報系准教授掛谷秀樹さんをお迎えして、朝5時からお届けしてまいります。この後は国丸ジャパン極みお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。